県内では今日、新型コロナウイルスの新規感染者が2234人と発表されました。先週の月曜日に比べ1809人減っています。先週の水曜日、木曜日に1万人を超えましたが、それ以降は前の週の同じ曜日の半数程度にとどまっています。大村知事は、1月12日の木曜日から5日連続減っておりまして、減少局面には入ったと思っております。